あ、取れるのが楽しいんですよ、ドクター。多分。G 行為だと思ってるさ。こんにちは。ヘアクリニック院長の柴田です。秘書のプラヌキです。天の声のプロデューサー、天ピーです。さて、今回は小顔治療、たるみ治療として人気のホホアゴ脂肪吸引でございます。クラちゃん、相談に来る人結構多いよね。多いですね。はい。来られる方の特徴ってどんな感じでしょう？ダイエットはできたけど、顔だけ痩せないとか、もともとなんか顔だけ脂肪がつきやすいとか、っていう方が多くいらっしゃると思います。先生、これってあるあるなんですけれども、細いのに顔だけ丸いみたいのは、脂肪のバランスが違うんですか？違うんでしょうね。違うでしょうね。クラちゃん、確かに患者様来られた時に体のバランスと合わないなみたいな。ありますね、うん、私の友達でもいますけど、うん、昔からすっごい細いんですよ、うん、スタイルすっごくよくって、うん、でも顔だけちょっと下ぶくれな感じ、うん、でそこだけ痩せないんですよね、うん、で柴先生、そもそもですね、うん、顔の脂肪を取る治療っていうのは、まあ、脂肪吸引と脂肪溶解注射、うん、まあ、BNLS と呼ばれるものと、うん、まあ、バッカルファット除去ですね、うん、まあ、溶解注射はホホアゴを少しすっきりさせたいっていう方向けぐらいですかね、うん、がっつりではない、はいはい、ある程度しっかり効果を出そうと思うと、うん、脂肪吸引かバッカルファット除去っていう選択肢になると思うんですけども、はい、実際どっちが効果がありますか？フェイスラインをスッキリさせるなら脂肪吸引だと思いますね、うん、バッカルファットはフェイスラインのちょっと上上げる感じなので、はい、フェイスラインの下側に脂肪が残って、うん、でこれが気になるから取りたいっていう方とか、はい、昔ここのバッカルファットったらこのたるんで見えてきたとか、そういう方が多い気がします。バッカルファットってのは左下の写真で言うと、まあ、この辺かな。なんでここが残るんですよね。口の中から取れるっていう、まあ、ことがあるんですけど、うん、まあ、中から切ると実は顔面神経走ってて、かけるとちょっと麻痺が起きるとかね、そういうこともあるらしいんで。クラちゃん、それ知ってた？知らなかった、うん、怖い。うちに相談に来る方もバッカルファットやって、うん、ここが気になってっていう方多いですね。でここがすっごくへこんじゃってますよね、うんうん、逆に。そうそう、結構それなりに取れるもんなんですか？取れると思います。試験なんですけど、うん、はい、あれ取れるのが楽しいんですよ、ドクター。多分 G 行為だと思ってるさ。ドクターの、まあ、取れた時はなんか到達した感じするんですけど、うん、なるほど。あ、そのことで意味があればやったらいいと思うんですけど、意識だけじゃダメだもんね。クラちゃん、患者さん側からすればね、お医者さんの自己満足のためだけに取られてっていうのは嫌だよね。そうですね。でも治療直後は嬉しいかもしれないですね。こんだけ取れたよって見せてもらったら、あ、取ってもらえたんだって満足感は初めはあるかもしれないですね。あ、じゃあ自己行為じゃないか。でも一瞬かもしれないですよ、それは。でも実際時間が経ったら、うん、ここだけ取れちゃってるから、うん、すっごくへこむんですよね、うん、まあまあバランスは、うん、やっぱりね、たるみはね、その後のたるみは絶対出ると思います。結局じゃあその直後 の快楽のためだけになっちゃいますね、うんうん、なんでバッカルファットがこんなにもてはやされるんでしょう？あの YouTube なんかでもですね、サムネイルって言ってバッカルファットこんなにニュルニュルとかっていう風に書いてあって、見てと言わんばかりにしてるんですけども、へこむんでしょうね、うん、へこむんでしょうね。アルファが少し解消したら気になれるんじゃないですか。クラちゃんが言うに、でもそこの部分が減ってフェイスラインのところが残るとフェイスラインの脂肪ばっかりが気になっちゃう。逆にここがちょっとこう下ぶくれというか、ここだけがだるんだるに見えますよね。インスタ大好き系クリニックって結構あるじゃないですか。バッカルファット何ヶ月後こんな細くなりましたみたいな、たくさん載ってます。えらい細くなってます。でもフェイスラインも細くなってるんですよね。いや、これおかしいだろうっていうふうに思ってはいるんですけど、脂肪吸引も一緒にやったのか、もしくは何だか髪の毛が加わっていわゆる加工されてるのか、うん、ちょっとこう思ってしまう。クラちゃん、でもあのインスタ系のクリニックの写真っていうのは人気なんでしょ？なおじさんみたいな着方しちゃうけど。すごく見られてますし。あれ見て、あ、こんなになるんだったら行きたいって思う。思いますよね。うん、実際に、ああやって変わるんだったら。バッカルファットがまあ、絶対的に適用な人もいると思うんですけど、うん、この人とかもそうですけど、うん、適用ではないですよね。うん、そうですね。気になるのは下の方だった。フェイスラインだったら、うん、でもこういう方にもバッカルファットをやってるから、ああやってへこんじゃう、ね、多分そうなんですよね。ぶっちゃけ
若手のドクターたちでバッカルファットやる人が多い気がするんです。あ、そうですね。柴田先生たち世代で、うん、今まで僕出会った先生の中で、バッカルファット、バッカルファット言ってるドクターはいませんでした。チャレンジしようと思って、大してこれ意味ねえなーって言ってやめた先生がいます。今のモノマネ誰か分かっちゃうんだけど。だからその先生は自由行為しなかったんですよ。そうですよね、うん。割と実績ある先生たちは反対派が多いというか、うん、やらない派が多いというか、うん。できて嬉しいんだと思いますよ。でもそれ脂肪吸引して取れても、取ったよっていう感じはちょっと違うんですよ。あれは違うんですよ。塊が、無理って出てくるのはちょっと違うんです。脂肪吸引は逆に機械で吸えるじゃんみたいな。でも、うん、ああいう加減ガスとかああいう塊のバッカルファットでも見つけて引っ張ってズブズブって出るのは一個壁を突破した感じです。なるほど、取った動感が強い。強いと思います。吸引は吸った動なんですけど、どっかで機械に頼ってる感じがあるんですか。 あります。治療効果としては、まあ、あとはっきりやんない理由は、その後のたるみがほぼ必ず起きるんじゃないかなということでやってないです。まあ、実は YouTube でも、バッカルファットって調べると、柴田先生と同じように、たるむよ、気をつけてっていうことをおっしゃるドクターもいますが、まあ、今結構、女性週刊誌なんかでも、サイトでも、バッカルファットっていう言葉が一人歩きしてる感じがあって、かなりまあ人気なんですよね。いわゆる眉下リフトが流行ってるのと同じような感じ。眉下リフトはいい治療だと思うんですけど、ちょっとバッカルファットはわからないという。フェイスリフトまでは無理な人に糸のリフトを進めるような感じなのかなと思ってたんです。手軽だから傷もつかないし、と思ってたんですけど、ちょっと違いますね。まあ脂肪見せれるってさっき言ってた、あれも一つあんのかもしれない。なるほど。今回はですね、こう今並べてる写真なんですけれども、クラちゃんこの方はいくつの方？20代ですね。左上から治療前、右側が治療から3ヶ月後、左下が治療前のちょっと斜めから見せてもらった写真と、右下が傷の部分の写真ですね。先生、この方はどの部分をどれぐらい取ったんでしょうか？まずはまあフェイスラインのここをスッキリさせたいっていうのがメインの目的なので、斜めから言うとこの辺りですね。で、その時吸引するために切開する場所はこの耳たぶ。げっそりしませんかという質問が多いんですけど、それはこの頬骨付近まで上の方まで取っちゃうとそれは起きるということは、原則この下しか取れません。頬骨付近は僕は絶対取らないです、うんうん。フェイスラインに沿ったところだけであれば、まずげっそりしたっていう印象にはならない。先生、必ずカウンセリングの時はクラちゃん、頬骨から下のあたりはいじりませんっていう、はっきりおっしゃいましたね。で、その右下の写真が耳たぶのところにちょっと糸がついてますけれども、はい、これがカニューレという管を通して糸をつけた。1週間後に抜歯ですね。モニターの方の出ている写真の方で、赤いリングになっているところの、ここに傷が、今先生が刺してくれたところに傷がありますけれども、お顔の中心に来るわけじゃないから目立つわけじゃないということですね。この取り方なんですけれども、これも先生つまむんですか？デザインしたとき。つまみます。顔の脂肪っていうのは、絶対量が、お腹とかお尻とか他の部分に比べると少ないので、どこに脂肪がついているのかはより細かく見た方がいいかなと考えてまして、それでこのようにつまみながら積みがあるなっていうところを狙って取ると。その少ない量の中でも、まあ、今度治療前治療後の写真に戻りますけれども、ここまで細くできるものですか？結構細くなってる。顎の幅も狭くなってるんですよね。言い方悪いけど、間延びした感じの顔だったのが、かなりシュッとしたことによって、小顔効果がかなり強調されてる、ね。デザインの時の写真をちょっと差し込みたいんですけど、この位置が、まあ、先生が特に撮る位置だということですね。はい、まあ、気にされてるのは、このラインって書いてますけど、特にここですからね。まあ、前方をしっかり撮ると。これ正面から見てもだいぶその部分がスッキリしてるのが分かりますね。角張った丸顔的な感じがシャープになってますよね。とはいえげっそりしてない。だいたいまあ3ヶ月後ぐらいまででモニターの写真って終了するんですけれども、だいたいそれがまあ締まってきて仕上がる期間ですか？そうですかね。首まで取るとここは重力のせいか水分がなかなか引き切らないよね、はい、そこのむくみが引くのまで見るとやっぱ3ヶ月欲しいなと思って、まあ、3ヶ月あればもうおおむね仕上がりだと、ね、で先生ここまで締めるためには、うん、二の腕編でもお話しましたけれども、うん、やっぱり圧迫大事ですか？さっきもお話ししたようにここの特にライン重力でどうしても下に水分が来るんで、はい、ギュッと押さえておきたいですね。二の腕の時は腕全体に、まあ、こういうサポーターが巻いてあっても、うん、違和感はないんですが、うん、顔にサポーターかよっていう術後ちょっと勇気がいるんですけれども、顔脂肪吸引くんです。これ先生
顔中をサポーターで圧迫してる、やっぱこれがあった方が脂肪吸引した後の隙間が埋まりやすい。そうですね。さらにその上からはい、はい、ギュッと、はい、うん、こういう感じでこれやっぱりやっておいた方がスッキリしますね。福田さん、なかなかこれは外では難しいですね。そうですね、うん、できれば3日間も24時間つけた方がいいですよね。長くつけれるに越したことはないですね。以前知ってるドクターだとホホアゴの脂肪吸引やっても何もまかないっていうドクターがいて、うん、やっぱりいまいちな感じが多かったですね、うん、むくみがなかなか引かない。やっぱり、まあ、しっかりと取ってこういうバンドを巻いてっていう風にやってもらうと、うん、後ろの写真のような感じでしっかりと効果が出ると。クラちゃん、この話を患者さんにすると嫌がる、日程が取りにくいなっていうのはあります。ちなみにですね、私天ピーガーつけてみました最近変態仮面ですよ、うん、上からもう一回白いの巻くとこんな感じです。もう入院患者みたいな感じで、交通事故の後みたいな感じですけど、クラちゃん、女子的には綺麗になるためだったらやれる？やれます。これなかなかね、術後のこういうサポーター巻くよっていうのをガチで言う YouTube がなかったんで、ちょっと出してみたかったんです、うんうん、はい、では先生、まとめとしては、はい、柴田的にはバッカルファットよりも頬の脂肪吸引、顎の脂肪吸引の方が小顔効果はあるよと。そうですね、フェイスラインがスッキリするという小顔効果と、まあ、バッカルファットだとどうしてもたるみになるような風になりそうだなと。おすすめは脂肪吸引で、クラちゃん、このコントみたいな感じの圧迫が大事だと。大事だと思います。バッカルファットですっげえ効果出してるように見せてるインスタ系のクリニックに気をつけろって私は言いたいんですけれども、業界に敵を作ってしまうことになりますか？もう気をつけた方がいいんじゃないですかねこれ効果出るか出ないかってのはあらかじめ分かるもんですか？ああ、分かりますよね。柴田先生、結構あらかじめクラちゃん言うよね、患者さんに効果出ます、効果出ません。逆に大掛かりなことしてもあんまり変わらない場合には、うん、メソセラピーを勧めます、うん、いわゆる脂肪溶解注射ですね、うん、はい、わかりました。今回はですね、インスタ系のクリニックの私たちが思ってることもちょっと言いながらですね、脂肪吸引とバッカルファットの比較、そして脂肪吸引の経過について、お話をしました。ありがとうございました。ありがとうございました。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。